こんばんは、りょうてりなです。イエーイ。はい、というわけでまあ今ね、まだ生放送中なんですけども、出番は私は終わりましたんで、ミュージックザ・ミュージックデイね、見ていただいてありがとうございました。イエーイ。はい、というわけで、私は録画ができているのかが心配なんですけど、どうなんですかね。これでさ、録画さ、忘れてたらさ、笑うよね。でもさ、15時からやったろ、1、2、3時間。私一応ね、まるまる録画してるんですよ。でね、帰ってきた時ね、なんと録画ボタンがついてなかったんですよ。だから録画時間が結局私2時間何歩しか空いてなくて、でも AKB って15時からでさ、15時台に出るからさ、まあ2時間何歩取れとったら OK と思って録画して帰ったらついてなかった。あ、切れたんやって思ったんですよ。でも今見たら録画ボタンがついてるんですよ。ん？なんかこの時間帯に違うもん録画してたんかな、わかんないですけど、まだまだ確認してないんですよね。そう、まあでも撮れてるでしょう撮れてるでしょう、きっと。なんか一応どういう風にっていうのは見たんですよ、自分は。そう、見たんですけど、テレビでは見てなくて、そう、なんか司会者さんがこういらっしゃるじゃない、ステージがあって花道みたいなところに司会者の方々がいらっしゃるんですけども、そう、なんかその司会者の方の挟んだところに配置をさせていただいてて、そう、なんか選抜さんの後ろに何人か選抜じゃない子がいて、上の段にもいて、で横の道にもいてみたいな感じだったんですけども、そう、そこのところで、そう、I want you, I want you のところをねいただきまして、最初チャラチャ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 のところでも実はチュピンって映ってるんですけど、そう、チュピンって映ってるんですけど、一番ちゃんと映ってるのは I need you, I need you のと、 I love you か、 I need you, I love you, I love you のところのところに3人で抜いてくださってて、なんとか映りました。なんか最初リハがあった時は実は全く映ってなくて、行っていくもカメラがこっちに来ないみたいな感じだったんですけど、なんかみんな映るようにしてくださって、そう、でもなんかリハの時よりだいぶアップでびっくりしちゃって、ちょっとびっくりしちゃったですね。そう、ちょっとすごくびっくりした顔しちゃいましたけど、でも映れて、ちゃんと顔がわかるぐらいのカットをいただけたので、すごく嬉しかったです。個人的にとっても、去年ぶりだったっけのカメラです。嬉しい。嬉しかったです。
で、なんかそうポニーテールにしたんですよね。今めっちゃ髪の毛長くて、こんなにポニーテールなのにこんな長いんですよ。やばくないですか、こんな長いのポニーテールで。やばくない、めっちゃ長くて。なんかいつもはポニーテールする時ってこうやって持ってもらってたんですよ。短い時、私髪の毛が短い時こうやってね、森のイメージ強かったんですけど、こんな長いと髪の毛って盛れなくて、重いから、普通のポニーテールにしてもらいました。今回はこのそういう感じの髪の毛にしてもらって、でそんな感じ、そうにしてもらってみたいな感じで、そう、でもメンバーには絶対前髪はなくして、あの前髪七三分けみたいなのにして、でストレートで下ろしがいいよってすごい言われて、なんか最初私がその髪の毛をまだやってない時に髪の毛をこう下ろしてたんですよ、普通にストレートでね。でなんか「おっ今日ギョーテンストレートなんだ」と思ったのに「ポニーテールなんだ」って言って、そう、なんか普通のストレートのってしないじゃないですか、普段絶対暑いし邪魔だし。そうだからね、そう、なんかそんでそれしないのって言ってめっちゃ言われます。いつかやりたいなとは思っているんですけども、まあそのいつかはいつ来るのかは知らないですけどまあいつかやりたいなとはね思ってるんですけど、前髪がない方が絶対にいいよってめちゃくちゃ言われるんですけど、そう、こういうなんかこういうんじゃなくて、ほんとこういう感じのね、もうほんとセンター分けか、こういうなんつったんだ、まあなんか昔のひーちゃんの前髪みたいな、そう、なんかね具体的なね例をねあやねが出してくってね、アイブのめちゃくちゃ、ほんと昔のひーちゃんの髪型みたいな、前髪なし子ちゃんのあの下ろしてる感じね。もう前髪はずっとねあるからね、絶対なくしたことがないから、前髪をなくすのがどんな感じか本当に分からんね。そう、おでこペペペペ、まあね、前髪めっちゃ短いんですよ。これぐらいかな。めっちゃ短く切ってて。あ、こういうのもいい？めっちゃラフな感じやね。これ。顔が大きなのか思い切らせた方がいいよ。だって、いやちょっとしんどいよそれは。
もうこの横毛をなくした、ここからここに横毛がないだけでもう私はめっちゃ顔出してるって思う。でも前髪もパッツンにして、もうここをさ11本毛こういう毛だったのね私昔、ちょっと前までもうこれじゃなくしたっていうだけでもうだいぶ顔を出してるって自分では思ってます。もうそれだけで結構いっぱいいっぱいです。そう、北川景子さんある？本当に嬉しい、ありがとう。そうなの。めっちゃメンバーには本当前髪をなくしてほしいってすっごい言われるんですよ。前髪をなくして大人っぽい感じにしてほしいって。で髪の毛もくくるとかってよりかなんか下ろす系のねになんかやってほしいってめっちゃ言われるんだけど、そう一回はしたことないけど、なんか今日もそれこそなんかめっちゃね、今日めうちらめっちゃ入り早かったよ。そう、最初ね非選抜が先に朝集合だったの。すごい15時からだったんだけど、でも全然朝、そう朝集合でうちらね、それで瀬山さんは昼から入りだったんですけど、そううちら朝集合でさめちゃくちゃ時間があってさ、それでさめっちゃさちょうどね席が彩音とセリーと隣だったんですよ。でねなんかそれでー髪の毛のね話になって、彩音がもう絶対前髪ない方がいい、全然髪もくくらんと下ろした方がいいよって言って、でそれでセリーがね、いやそれ彩音ちゃんの言ってることもね正解だと思うって言って、そうでもファンの人はなんかやっぱ前髪をね作らないくて下ろすとね綺麗な感じになるんですよね。だからなんかモデルさんとか女優さんとかだったらいいけど、でもアイドルだったらやっぱりファンの人ってこう顔周りがふわっとあって前髪があった方が可愛らしいから、好き、可愛らしくて好きやからみたいな、なんかアイドルなんやったらまあやっぱこっちの方が万人受けするしみたいな、なんか本当にモデルさん女優さんとかやってもない方が絶対にいいって言って、すごいなんかめちゃくちゃ力説された今日ありがとうありがとうって言って、今日なんか力説すごいしてくれて、そう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 ありがとうとか言って、ね、そうなんですよね。本当に私それすごい思ってて、なんかこうおでこをなくしたりとか本当に綺麗なブルーに振ろうと思ったら、まあぶっちゃけ振れない顔ではないから、なんならそっちの方が振れるんですけど、でもそうなるとやっぱりファンの人たちの受けの良さ に言うと、やっぱり綺麗めよりかは可愛い系の方が万人受けしやすい。それはなんか一部の人はそれ綺麗なのが好きって言ってくれる人いるんですけど、まあ万人受けするかとかって言ったら結構やっぱそっち系になっちゃうから、そうなんかそう仰天はマジで韓国みたいな感じにしてほしいってめっちゃ言われる。そうめっちゃ言われた今日、髪型がね K-POP アイドルさんみたいな感じにしてほしいって、そう言われて、スリーありがとうって言って、まあいつかねダイスのももさんが前にやってた姫カットめっちゃ似てた、本当にいや姫カットって大人っぽくしてほしいって言ってるのにもう反対方向行くよねみたいな感じになっちゃうよねきっと。でもね姫カットね一時期めちゃくちゃしたかったんですよ。トワイスのももさんに似てるって言われてて、そうでめちゃくちゃ一時期超姫カットやってた時にめっちゃ姫カットやりたいなとかって思ってたんですけど、やらなかった。姫カットは結構勇気がいるんですよね。あれ似合わなかったら終わりだから、そうだからねなんかやらなかったんですけど、
そうなんです。あ、ちなみに昨日マツパ行ったからまつげギュンギュンなのさ、見てよ。まつげギュンギュン、昨日行ったばっかだから。トイスのももちゃん似てる、嬉しい。イエーイ、あんなダンス上手くなりたい。ダンス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 。そうね、ダンスね、上手くなりたいね。ダンスメンバーですもんね。ダンスメンバーに入ったこと一回もない。でもね、ツワイスの何が似てるんだろう。まあね、こっから上が似てるんやと思うな、ユリナ。個人的に肌の時のファンの人が撮ってくれたツインテールの写真のね、一枚めっちゃ顔から上、口こう隠したらめっちゃトワイスのモモさんに似てる写真があったんよ、一枚だけ。そう、あったの。これめっちゃ似てるわって自分でも思った。そう、でもここを隠したら似てたわ。それは顔の下半身はちょっと似てないんだよな。そう、なんか目か分かんないですけど似てて、ってなりましたね。マジでまつげギュンギュン綺麗やわ。しかも今回はちゃんとまつげを頑張って伸ばしていったんですよ。だから結構いい感じ。そう、今回めっちゃ頑張って伸ばしたんですよ。なんか前回行った時はちょうどまつげが抜けてしまう時期とまつげを当てた時期がすごい重なっちゃって、まつパ当てたらめちゃまつげ抜けちゃって、そう、なんかすごい短かったんですよね。でも今回頑張ってまつげの育毛めちゃくちゃ頑張って、でそれで行ったんですよ。だからめちゃくちゃいい感じになりました。このね、やっぱりね、まつパっていうかパリジェンヌした方がね、めっちゃまつげがナチュラルにね、ナチュラルでしょ。自分でこうやってやっぱ上げてやるよりか全然まつげがナチュラルになるんですよ。そう、だからめちゃくちゃね、ナチュラルメイクにとってもおすすめ。いつも自分でね、結構まつげバシバシに上げるのが好きで、いつもね、普段も結構バシバシに自分で上げてたりするんですけど、なんかまつげのそのマスカラのね、濃さがね、なんか濃さがね、なんかこの、なんて言うんだろうな、難しい。なんかパーマで当ててるわけじゃないけんさ、こうなんかこう、なんて言ったらいいんだろうな、ちょっとまつげ塗ってますみたいな感じにね、あとちょっと散らばる、わかる？ほらほら、だいぶナチュラルじゃない？こっちの方が。ね、そうでしょ、だいぶナチュラルじゃない？こっちの方が。ただね、マツパは高いんだよね。高いの、安くはないからね、結構その定期的にはいけない。なんかこれ大切な、この仕事があるっていう時に行ってます。例えば前当てた時はコンサート、ハルコンとキュウシコンがあったから当てに行ったんですよ。でも本当にあれは当ててよかった。メイク時間がなくて、やっぱマツパしてると上げる時間っていうのが必要ないから、
めちゃくちゃ時短になってすごい有意義な時間を過ごせたんですよね。そうで今回もあの7月の14日とかに香川に帰るから、そうでこのテレビもあったし、そうっていうのであげたんです。まあ、これは十何日まで持つかわかんないんですけど、結構ねその時のやってくれたお店が一緒でもやってくれた人が違うと結構まつげの仕上がりって変わるくて、すごい持ちがいい時とすごいすぐ落ちちゃう時があって、まあ持つかわかんないんですけど、そうちょっとね十何日までにはちょっと持ってほしいなっていうふうには思ってるんですけどね。そうどうなんすかねって感じ、持つかな持たないかなみたいな、どっちかな、そう。もっとそうね、経済も使ってもっと綺麗になってそうね。いや回す財力があればいいけど、ちょっとそこまでの財力はないから。ドライアイでもマツパンをやるとドライアイは加速するよ。あの今までこう下向いてて眼球があったじゃん、でもこれがもうこう向いてるから眼球丸出しやからめちゃくちゃ乾く。うん、確かにめちゃくちゃ乾きやすくはなった。そうなんですよね。なんか本当ね、最近マジで本当に趣味がねできてしまったから本当にお金かかるなっていう、なんか趣味っていいけどさ、まあでも活力になればいいんやけどねって思うよね。もうみんなは本当にすごいユリナたちに会いに来てくれてすごく嬉しい。でもそれがなんか働く活力になってるらしくて、それがすごく個人的にはめちゃくちゃ嬉しいです。そう本当になんか自分は本当にアニメが大好きで、まあなんかそのねアニメとか最近だった映画にお金使ったりとか、アニメのグッズ買ったりとかね、であとまあアイドルだからそれなりのこのマツパやったりとか、その化粧品買ったりとか、あとほらお洋服買ったりとかこうしないといけないじゃないですか。そうでまずもう仕事する上でお金がかかるじゃん。普通にするだけでもうそれ以上のことをやろうと思ったら、まあ自己投資をなんぼでもすればそれはもうそれだけ美しくも肌も綺麗になるし美しくも美人にもなるけど、まあまあそれは置いといてね、最低限のアイドルのやつでもねなるし、でもいいのは最近野球という趣味を見つけてしまったから本当にやばい。いやなんかすごく趣味を見つけることはいいことだよってめっちゃすごいファンの人にもめちゃくちゃね、だいたい私の趣味が引きこもりの趣味だったんですよ。この漫画を読んだりアニメを見るのが大好きですみたいな、ほんと引きこもりの趣味なんですよね。だけどWBC で野球好きになって、そう野球って外に出るじゃないですか、だからアウトドアの趣味を見つけたのはいいんですけどね。そう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 いやいいことなんですけど難しいですね。いやもはや逆にねいいなと思うのはなんかそれこそ本当趣味がありませんみたいな、なんか なんて言ったら別にアニメも好きじゃありませんとか、なんか野球とかサッカーとかスポーツも特に好きじゃありません
ませんで、もう自己投資が大好きですっていう趣味の人ってめっちゃいいと思う。例えばなんか美容のものを漁るのが大好きです、例えばいろんなコスメ試すのが趣味ですとか、いろんな美容液とか化粧水とか、あとかいろんなこうあのエステとか、そういう自己投資にさ、自己投資も結構お金かかるじゃないですか、大体結構なお金かかるじゃないですか。だからさ、そういう趣味が一切なくてさ、完全自己投資が趣味っていう人もめちゃくちゃいいと思う。この仕事やってると、あ、その趣味もめちゃくちゃいいなって思うんですよ。だって自己投資すれば綺麗になるじゃないですか。で、綺麗になるし、そして綺麗になったらファンの人ももっと増えるかもしれないし、で、ね、でそれも自分が好きでやってるわけじゃないですか。だからもう最高。だから私はちょっと本当にあのそっちの道にも良かったなって思うよね。だから本当自己投資しなさすぎて、ファンの人にもゆりなちゃんはもっと自己投資したらもっと綺麗になると思う、なんか今も十分綺麗なんだけどもっと自己投資した方がいいよみたいな、もっと綺麗になるよって言われるんだけど、もう自己投資ね、なんか自分に自己投資するのさ、すっごいさもったいなくね、なんか感じるんだよな。何なんだろう本当に。なんか自分にデパコス買うのって本当最低限のものしか買わないっていつも思うんですよ。で人にはさタンプレとかで買えるんだけど、なんか自分にはさ高いなって思っちゃうんだよね。でも正直その自分が映画見たりアニメ見たりとかするお金をね、あのぶっちゃけ自己投資に投ずれば全然それなりになるんですけど、全然自分磨きできるんですけど、そう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 なんですよ、なるんですけどね。いやー、なんかそういう自己投資してるメンバーいるんですよ。なんか全く趣味がそういう自分のなんかコスメ集めたりスキンケアが趣味ですみたいな、自己投資じゃんが好きでみたいな、それが趣味でみたいな、特にアニメとかなんかこういうスポーツとかもないからそういうのを趣味でってメンバーも結構いるんだけど、超羨ましい、超羨ましいね。そうなの、美意識高いのって素敵ってめちゃくちゃ思って、自分がね、そう、美意識が高いのめちゃくちゃ素敵と思って羨ましい。ちょっと女の子だからね、もうちょっとアイドルだし美意識高めにいっちゃおうかなとか言って、そうそうなんですよね、自己投資な。でも野球も好きになってたから、野球応援に行きたい。いてぶつけたと思う。そう、そのね、結構ね試合もねいっぱいあるんですよね。試合もねいっぱいあるじゃん今。それこそね、だってねセリーグパリーグやった後セパ交流戦やってみたいな、大変大変だよ。でもってグッズグッズとかなるとさ、グッズグッズなんてなってるとさ本当に破産するよね。みんなの気持ちがよくわかるよ。でもそれでも応援してくれてるみんながすごい大好き。みんなもさ、よくファンの人もね、いやーマジでやばいわってよく言われるの。なんかいやーなんかグッズすごい嬉しいしライブもすごい嬉しいんだけど、本当にお金やばくて破産しそうですって言ってね、あんな人にも言われるの。なんかそう、いやーマジキビーわーみたいな、結構すごいあのすごいあの言われるのね。いやまあ本当にすごいそう思う。あのとってもあのなんかだってその生写真だってさ、あの発売されたりとかさ、結構定期的にしたりとかさするじゃん。なんかさ多分あとお話し会とかね、そういうのがねきついんだろうなって。いやでもすごい嬉しい、それでもゲットしてくれるのがとっても嬉しいなって思ってる。みんなは結構ハマるとハマるタイプですか？私結構ハマるとハマるタイプなんですよ。そう、そう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 。だからみんなのそのさハマりにも人によるじゃん。結構ガッツリもうほんと沼っちゃってみたいな
なんかもう応援するんだったらなんか結構完全防御隊で応援したいタイプの 人となんかまあまあそれなりにみたいな。私結構なんかね、あの本当になんか自分のさなんか服とかでさ3000円ってなると高いなとか思っちゃうの。3000円高いなと思うじゃん。でもなんかアニメのグッズとかで3000円とかも言うと、あ、安くないとかってマジで金銭感覚バグってんの。おたかつする時の金銭感覚ってすごいバグりません？私も今までなんかアニメのやつとか、そうなんか自分の服3000円だと高くて渋るんですよ。ちょっとやめっかなとかなるんですけど、でも3000円のグッズとかになると、あ、安くない、これ3000円かみたいな、安いなとかって思っちゃうの。マジで本当にその金銭感覚バグるの本当にやばくて、え、めちゃくちゃわかりますよね。そうなんですよ。本当にやばい。自分投資せずにさ、そういう趣味に投資しちゃうからさ、本当に金銭感覚ぶっ飛んでしまうよね。めちゃくちゃわかるんですよ。でも服も一応買わないとさ、アイドルだからさ。なんだけどね。そう、本当にバグっちゃう。やばい。なんかさ、うちもさ、本当に野球応援とかさ、ユニフォーム着てやりたいな。ね、でもね、なんかそう、うちさめっちゃ行きたいんだけどさ、本当に今コンサートの予定がマジ全く出てなくて、全く未定なんですよ。マジいつからレッスンが始まるのかがわからないんですよね。だからなんかそのチケットを取ろうにも取れなくて、なんかさ、やっぱチケット取るんだったら数日前にさ、まあそれなりの席を確保したいわけじゃないですか。やっぱギリギリになるとさ、なかなかこう、もう結構選択肢がないじゃないですか。結構売り切れとかになっちゃって選択肢がなくて、だからなんか結構1週間前ぐらいにもう取っちゃったりとか、3日4日前ぐらいにはもう取っちゃいたいんだけど、マジ本当に予定が分かんなくて、なんかそれでさ、買ってさ、うわ、かぶったいけないってなってさ、なんか一応キャンセルみたいなのできるっぽいんだけど、やり方分かんないから、なんかもう買うんだったらもう絶対いけるのがいいんですよ。そう、だから本当予定がちょっとね、レッスンの予定が分からなさすぎて、行きたいんだけど全然予定立てられなくて、全然予定ないマジで。いや、当日ね、買えるっちゃ買えるけど、でもね、結構ね埋まってるよ。球場の大きさとかにもよるかもしれないですけど、結構埋まってました。なんか私それこそ神宮行こうと思って、結局ちょっと行けなかったんだけど、調べた時とかは内野の、まあ、選手が見えるいいとこあるじゃないですか。空いてなくて、全然。そう、まあ、外野パラパラ空いてたみたいな感じで、結構埋まってて。そう、やっぱ人気なのかな、なんかそこがタイミングの問題だったのか分かんないですけど、結構埋まってたんですよ、数日前の時とか。そうなんです。だからね、結構そう、外野も結構埋まってるんですよね。なんか最初は空いてるかなと思うけど、だんだんね、サラリーマンの仕事終わったサラリーマンたちがどんどん来るんですよ。そしたらやっぱりね、結構埋まってるよね。そう、だから結構ね、でもマジで本当、私ね、あとね、結構ね、予定立ってて行かないと苦手なタイプで、あのなんかもうこの日はこうっていう予定を結構立てたいんですよ、自分の中で。結構数日前から、あ、この日はこれでみたいな、結構立てたいタイプの人で、そう、だからね、結構当日行動が苦手なの。なんか例えば友達とご飯に行くとか、こう松葉に行くとか、エステに行くぐらいだったら全然当日っていうか前日の夜かぐらいに予約して次の日のもう朝とかに全然行けるんだけど、こういうさ、しっかりとしたものにさ、だからみんなで言うさ、わかる、この急にじゃあイベント当日行こうみたいな、そこまでの行動力、まあいる人もいるんだけど、ぶっちゃけでもさ、なかなかむずいじゃん、そこの行動力って、むずいじゃん。なんかさ、そうなのよね。そう、今ヤクルト弱いとか言わないでよ、ひどいいや、ちょっと言わないでよ、そういうこと、ひどいなそう
そうなんですよね。あとなんか一人じゃなかったら全然当日言われても いける。まあだいたい16時半ぐらいからあの選手が練習されてるじゃないですか。16時ぐらいが結構人もいっぱい入ってきてるから、それぐらいからも始まるまでずっとこうやって見てればいいし、まあご飯食べればいいし。だからなんか例えば朝ぐらいに誰かに行こうってやったら行けるんだけど、まあチケット取ってくれたらね行けるんだけど、一人で当日は無理。一人で当日は無理です。旅行とかもスケジュールきっちりした人、ああ旅行はねそんなことないな。正直ね旅行ね、あんまりね予定立てるの好きじゃなくて予定立てるのが得意じゃないんですよ。なんか知らない地でよし旅行しようってなるじゃないですか。この決められた時間でどこに行けばいいんだってなるんです。私わからないんですよね。その知らない地でどこに行けばいいかわからないくなっちゃうから、ほんと人に決めてほしい。もはやだから誰かが一緒に行くとします。でその誰か A 子ちゃんが、いや自分さみたいな、どこそこに行きたいんだよねみたいなって言われたらついていくよついていくよみたいな。でその付近に自分も行きたい場所があったら、あうちさこの近くにさここに行きたいんだけどみたいな、その後寄らないみたいな言えるんだけど、なんかもう基礎から考えるのめちゃくちゃ苦手なんですよね。そう正直だから結構香川の今度観音寺の祭りに結構ファンの人が来てくださるんですけど、すごいその予定を立てるのがすごい楽しいって言ってくださってるファンの人がいらっしゃって、なんかその予定を立てるのが好きならしくて、旅行に行くからなんかどこにどこをどう回ろうみたいな予定を立てるのがすごく好きみたいなあのことを言ってくださるんですけど、私はねあんまりね得意じゃないの。だから逆にその決めてくれる人が一緒の方がいい。でも正直行き当たりばったりは苦手なんですよ。そうなんか例えばえまあさとりあえずさどこそこ行ってさまあいい感じのとこに行こうよみたいなのも苦手。ある程度なんかじゃあ今日はこういう順番で回ろうって言ってもらえるのが一番安心。そうなんですよね。なんかあんまりね多分ね正直ね多分そのね旅行を生まれたこの方したことがないんですよ。だから旅行の仕方が分からなくて、私そうなんか旅行ってどうやってするものかが分からないから、そうなんか旅行ってなんか旅行ってどうすればいいんだろうって思っちゃうんですよ。なんかねなんかこういうところ無駄に真面目で、なんか旅行ってなったら旅行ってどうやってするんだっけみたいな、じゃあもうここはこうでこうで決めてみたいな、結構そういうね本当に難しい、なんかすごい苦手なんですよねそういうの。そうだから結構そういうのを決める人が一緒にいればめちゃくちゃ好きです。そうそうなんですよね。あとなんか一人で行動するのがすごく苦手で、こうなんか周りが結構お友達ととかカップルととかでこうワイワイしてる中も一人でさ行くのがねすっごくねすっごく嫌なの。だってみんな二人とかワイワイしてるのに一人だけチーンってなってるのめっちゃ恥ずかしいんだもん。すごい嫌だ一人行動嫌い。でもみんな一人行動楽だよって、だって人に気を使わなく人に気を使わなくていいからすごい楽だよって言ってくれるんだけど、なんかねあんまりね引きこもりが好きなせいかな、なんかあんまり得意じゃないんだよ。なんか野球観戦とかめっちゃ行きたいなとか思うんだけどさ、結構友達とかさ割烹とかさって言ってる人でもね、野球は結構ね一人で行ってる人も多いんだけど、でも慣れてんじゃん、慣れてないところに一人で行くのすっごい苦手なんだよ。あとゲートが多すぎる、ゲートがいっぱいある、入り口何番ゲート何番ゲート何番ゲートみたいな、内野外野の内野の人はこっち入り口、外野の人はこっち入り口で何番入り口でこうバシャ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 みたいな、でも人がいっぱいいるとマジ自分の席が分からなくなる。
迷子になる自信しかない。そうなんだ。うふふふふうふふふふ。そうだ、 WBC のさ映画がさアマプラでさ7月1日だから今日からね配信になったの。私映画館見に行ったんだけどさ、配信になったのってやばくない？アマプラでも WBC 配信してたんだけどさ、なんかさ あれあるのかねわからないですけど。そうなの、みんなアマプラでねもう WBC の、しかも WBC の DVD が発売されて、 DVD& ブルーレイか発売された、なんか本編120何分プラス95分の特典映像付きなんだって、 DVD は。そう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 らしいよ。 DVD も発売決まったし、アマプラは映画の配信も決まったし、そうなんです。みんなよかったら見ようね一緒に。映画館で見てよかったですよね。私もマジで見に行ってよかった。一人で見に行きましたけど。そう。いやーめちゃくちゃやっぱりかっこいいわ本当に。なんか皆さんに勇気と元気を与えまして、ああこういうことを言うんだなって思いましたよな。そう、勇気と元気、あこういうことを勇気と元気を与えられたというんだなっていうのがもう初めて分かった。そう、なんかみんながすごいそのなんか元気をもらいましたとか、そのもなんかモチベをもらいましたとかすごい言ってくださるんですよね。だけど正直私は本当にあんまり人にそういうもらったことがなくて、すごい嬉しいことなんですけど、あんまり実感はなかったんですけど、そう今回 WBC 見てめっちゃ勇気と元気をもらって、あなんかそういうこういうことを言うんだって思って、そうそう、だからそのファンの人がなんかすげえなにそれを言ってくれる人がいるんですよね。だからそう言ってくれるめちゃくちゃ嬉しいなと思って、なんかめちゃくちゃ嬉しいなってすごい思ってたんですけど、より一層嬉しいなってなんか思うようになりました。うんうんうん、そうなんかスポーツ選手とか他の人たちも、あの会社の人とかもそうですけどさ、努力されてるじゃないですか、あんなきつい練習してさ、そう、もうしかも自分の結果次第で、全て自分の結果次第で年俸だって決まるしさ、まだ移籍だったりさ、いろんなある移動だったりとかさ、あとはあの賞とかさあるじゃないですか、いろんな賞というかなんで命名みたいなやつとかもさあるからさ、本当に努力が実ればだし、どんだけ頑張ってもなかなか結果出せないときは出せないし、すごいなんか自分ら以上にやっぱりシビアだし頑張ってるなって、そうなんかある意味さ本当に自分その自分自己責任のところが大きいじゃないですかスポーツって、この私たちとちょっと違うくて、頑張って結果が出せればもう本当にあれだしみたいな、そう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 、大谷選手ね本当ホームラン毎日のようになんかニュースで、なんかこの間28号って言ってたのに次見た時29号って言ってて、なんかあれこんなになんかほんまにやばいなと思って、すんばらしいなと、もうなんかあの本当にびっくりしました。打ちすぎてやばい、もはやなんか人間なのかよくわからない。いやなんか大谷選手は
野球以外のところはすごい人間味あふれてるじゃないですか。だっていろんなさ、その日ハム時代とかさ、あのいろんなさ、その今のメジャーの人とかでもさ、結構やっぱりさ、悪ガキとかクソガキですよみたいな、生意気なクソガキですよみたいな、すごい言われるぐらいめちゃくちゃいたずらっ子じゃないですか。めっちゃ人間っぽいなと思うんですけど、野球に関してはなんか宇宙人みたい、なんかすごすぎて、なんかもうすごすぎて、なんかちょっと宇宙人みたいって思っちゃうんですけど、でもなんかそういう、なんかそういうあのベンチの中のいたずらしてる姿とかをこう中継とか抜かれてるのを見たりとかすると、あ、人間なんだなって、あ、めちゃくちゃ思いますね。ただ野球してる時は本当になんか、ま、人間じゃなさそうな気がする同じ人間なのなんか怖いよねねね、本当になんかやばいよね、マジで。でもなんかだってメジャーの人たちがなんか大谷選手やばいって言ってるぐらいだから、多分本当にやばいんだろうなって思う。あと、もうでもそれにやばいにつながるぐらいの努力はめちゃくちゃしてるし、なんか基本的に生きてることを全て野球に捧げてる方じゃないですか。何をするにも全部野球中心、ご飯にしたり、もう何にしても私生活にしても全部野球中心で、もう野球のことしか基本考えてませんみたいな、もうなんだろう、だからこそ多分あそこまでいけるんだと思うんですよ。もう野球が基本みたいな、そう、だからもう種族がそれだから、多分結構努力することを苦と思ってないみたいな、逆に趣味も野球ですみたいなこと言ってたから、なんか野球選手になるためにこう存在する人というか、本当にすごいなって思う。あ、本当に同じ人間なんだろうな。ああ、10年前までイチロー選手を起こすかもしれない。ああ、そうだね。確かに私もなんか、私は本当にあまり詳しくなかったけど、野球選手はもう結構イチロー選手のイメージがすごい強かったかもしれない。すごい選手だみたいな。私もアイドルに全部つぎ込みますか。じゃあもうアニメもやめるし、野球も好きじゃなくならないといけないですね。もう全部自分にお金をかけないといけなくなっちゃう。自己投資。私もうショールームはメイクしてて可愛い時だけしかもうできなくなっちゃうし。もはやアニメの話もしないし、野球の話もしないかもしれない本当にアイドルでってなるんだったら本当にそうなるよね。まあ推しの子のあの子みたいな感じだよ、本当に。あの子、愛ちゃんってそんな感じじゃん、本当に。もう基本的嘘で作られ、塗り固めてみたいな、ガチガチに固めてみたいな、もう言ってほしいことを言って、だから人間らしさがないってね、愛してされました、してましたけど、でも人には合う合わないがあると思う。何でもかんでも真似すればいいっていうわけじゃない。だって別に正直言えば、まあ大谷選手ほどのなんか神みたいなとこまではいかなかったとしても、もう普通にしたらもう本当に
やばいっていう選手だっていっぱいいるじゃないですか。正直結婚されてお子さんもいて、でもめちゃくちゃ成績もすごくてみたいなっていう人もいるから、なんかもうこの人真似すれば成功するかって言われたら、正直自分に合ってないと結局ストレス溜まって結局ね潰れていくだけだからね。そう、なんかね何でもかんでも真似すればいいってわけではないんだよきっと。合うやり方を見つけてうまくやっていかないと潰れてしまう。まあ私はねアニメが大好きで、アニメのお仕事何かつながればいいなとかって思ってアニメの話とかするんだけど、全然つながったことないけど、ははは。はまあ正直ねゆりなはねぶっちゃけやりたいというか、なんかつながってほしいなって思ったような仕事にあんまつながったことはないんですけど、そう、そうなんです。なんかさ、なんかすごい本当にすごいめちゃくちゃ思うんですけど、やっぱりあの影響力のある人とない人で同じ発言してもやっぱりどれだけ広がるか、波紋がどれだけ広がるかって違うなってすごい思いました。だって私すごい昔から本当にアニメが大好きで、めちゃくちゃアニメ見ててアニメの話とかよくするんだけど、全然アニメ好きって知られてないわけじゃないですか正直。だけどなんか、まあ、選抜の人とかがアニメにハマりますとか、アニメが好きですって言ったら、まるまるちゃんはこのアニメが好きなんだってってめっちゃ言われるし、アニメが好きなんだねってなってそれが何かにつながったりとかするじゃないですか。だから本当自分って影響力がないんだなってすごい思いますね。負けた。そう。難しいなってめっちゃ思います。なんかいや私は割とチキンだから、どうしても結構ねあんまりねトゲが立たないようにというか、当たり障りのないようにっていう、やっぱ感じなんですよね。結構なんかこのここから溢れるあの勇気があんまりないっていうんですかね。そう、なんかもう真面目に行き過ぎちゃって、この決められたルールの中で行き過ぎちゃって、ここからはみ出さないようにみたいな、ね、すごいそれで生きてきたせいで、この芸能界に入った時にこの決められたルールからこう結構さ飛び出たとしてもさ、でもそれが面白いってなってさ結構呼ばれたりとかさ、なんかちょっとのルール違反ぐらいだったらさ、別になんか正直それが面白い個性ってキャラクターってなればおよしとされるわけじゃないですか。それがどうしてもできないんですよね私は。そう、そうなんですよね。
どうしても真面目な生き方しかできない自分がすごい嫌なんですけど、そうめちゃくちゃね難しいなって思っちゃいますね。うん、難しいよね本当に。そう難しいなとめちゃくちゃ思いますね。まあ別に好きは変わらないんでね。そう好きはね変わらないんでね、いいんですけどね正直。そうで、そうなんですよね。まあもう普通にやっていくわ。もう普通にやっていくわ。テンション上がったつぶやき好きだってありがとう。そのアニメの話になるとめちゃくちゃオタク特有の早口になってめっちゃシャンシャン喋るってファンの人にもすごい言われます。あのオタクの特有のこのねパーって喋り出す感じ、そうめちゃくちゃ滑舌よくめちゃくちゃねすごいシャンシャン喋るんですよ私らしい。知らんけどな、私は自分自覚ないけど、そうなんか普段めちゃくちゃショールームとかで噛みまくってんのにアニメの話するときだけはマジで噛まへんとよう喋るなって言ったらあの人に分かります。まあ好きなものの話してるからね。まあみんなも好きなことの話になればその喋り方になるよきっと。あそうね、あやねがねそう野球のやつね雨で中止に、ね、なったんだよね。なんか昔だったら始球式とかあったから始球式とかやりたかったわ。特に香川にあれはないんだけどさね、だって谷は広島でやってたし、セリはオリックスでやったらしいよ。なんか今日なんかのあそう今日それであやねのさそう野球のやつが中止になった話でさ、始球式そういえば昔よくやってたよねっていう話しとってさ、やったことあるってなってさあるよって言って、なんかセリカは献血ガールでなんかオリックスでなんか始球式を昔したみたいなことを言っとって、そうあでそうなんやって話をねそういえば今日話してたわ。
そうでもいいな、野球のねルールがちょっとまだね分からんの、難しい、分からんのよ。基礎的なルールしか分からん、なんか本当に基礎的な、なんか普通に見るには見れるルールしか知らない、分かる？あの司会者をするほどのルールは知らないですよ。そう普通にこうやって見てて、なんて言ったらいいんや、そう、なんか私調べたのマジで私調べたんですよ。なんか野球観戦に必要な最低限の知識って、あの今はもう情報社会やから調べたんですよ。なんかどこまで知識あれば野球観戦行ってもいけるかなと思って、なんか書いてるわけ、こうこうみたいな、なんかこれぐらいあればなんかあの野球観戦は普通に楽しんで見れると思います。一応全部分かったんですよ。だからまあ野球観戦するにはいけるけど、でもなんかさ、そういうさ、例えばさ仕事ってなるとさ、ほんとちゃんとやらないといけないじゃないですか。まあ、こういうところがダメなんやと思う。ちゃんとやろうとするからいかんないやろな、多分な。ちょっと多分ちゃんと全てにおいてなんか1から100までちゃんとやろうとするから、なんか容易に発言ができないんですよ。なんかさ若干にわかでもさ、なんかさ好きですって言っとったら意外に仕事に繋がったりとかしたりとかするじゃないですか。でもそれが怖いの。なんかもうやるんやったらもうなんかもう 100% ちゃんと分かってないとダメみたい なんかこういう考え方がダメだよな。こうなんかすごいこういうなんかほんと頑固じじいみたいな考え方がほんとダメなんだろうなと思うんだけど、だからもうそうなの。だからね、なんか野球とかもすごい好きになったんですけど、でもやっぱり野球は本当にもうなんか根っこから野球ファンの人とかもいるわけじゃないですか。そうなかなかその流行りに乗って好きになったんだろうみたいな。そうだからね、そういやそうアイドルにそこまで求められてないの分かってないけど、でもなんか自分の問題的になんかやるんだったらなんかちゃんと分かってないと失礼かなと思ってしまうんですよ、どうしても。そうだからそうなんですだからそうなんですよ。だからね、野球もね好きになったんですけど、なんか好きとか言えない。でもなんか野球観戦する最低限の知識は分かってたっぽい。そうでもね、そうでも本当にそう難しいよね野球って、マジで。なんかサッカーとかバスケって学校のテストで出るじゃないですか、ルールが。でなんか審判のこれは何を表してるでしょうとか。野球ってなくない？テストに出なくない？そう出なくないって思うじゃん。でなんかさ、なんでなんで野球は出ないんだろうって思っちゃった、びっくり。なんかバスケとかサッカーとか体育で種目であるじゃないですか。なんかバスケのさ、なんかこれは何でしょう、トラベリングとかさ、なんかこのジェスチャーは何でしょう、なんかダブルドリブルとかさ、なんかそういうさ、なんかあるじゃないですか。だけどないじゃん、ないじゃん野球って。学校であった？そんな勉強ないでしょ。しかも学校でやらないのよ野球なんて。だからもう本当にね、どうしてって思う。卓球とバドミントンとサッカーとバスケと柔道と水泳、あとバレーじゃない？私小中でやった体育の授業って。そうそうだからね、振ったことない。スポッチャで一回振ったことしかない。あ、ソフトあったん？なかった。やったことない。下投げでしょ。ソフトは小学生の時に男女混合でやっあったんですよ、学校でね。なんかチームみたいなのが、それでそれはしてます。でスコアカキカキしてます。でも小学校の時に、なんか小学校の時になんかほんとたまになんかお楽しみ会みたいなのがあるじゃないですか。ある？みんなのとこ。
小学校の時にお楽しみ会みたいなのがあって、でそこでなんか好きなのをかけていいみたいなんで、たまにそれこそ野球ついてたよ、野球ついてた、野球みんなで見てたりとかで、なんか DVD の時とかはハリーポッターとか見てましたね。そう、そう、でも野球はやるんじゃなくて見るのが好き。だってできないのもほんと運動音痴やから、ほんとに走るのも遅いですし、あの距離感もつかめないですし、キャッチボールできなさそう、ゆりな自分。あーれコーンってなりそうやばい、なんかその未来しか見えないんだけど自分の中で。でもリナはなんか楽しく学んでいきたいなと思ってます、野球のルールも。なんか正直最初はなんか WBC 好きになったって言ったから、なんかもう頑張って覚えないとって思ったんですよ、正直ね。なんか覚えないとってするとやっぱなんか楽しいものも楽しくないなと思って、なんかもう普通に見てて、でそれで疑問に思ったら調べて、あこれはこういうことかっていうあの感じです。なんかもうテストみたいに、これはどういうことでしょう、まる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 っていうことみたいな、もう勉強してるみたいで嫌やなんか楽しくなくなってきちゃう、そんな覚え方してたら。そう、だから今めっちゃ YouTube 見てる、野球の公式あるじゃないですか、球団の YouTube とか球団の TikTok とか見てます。あとパリーグの公式の TikTok と YouTube あるじゃないですか、なんか今日のハイライトのまとめみたいなやつ出てるじゃないですか、あれよく見ますね。私人の名前とか覚えるの本当に苦手なんですよね。でも一生懸命覚えてます、頑張って。なんか YouTube 見ると人が出てきて選手名が出るじゃないですか、だからそれでこうあの頑張って覚えてます。だがしかしあんまり覚えられない、難しい、名前だけ分かるとか顔だけ分かるとか結構苦手なんですよね。私ファンの人もそうなんです、名前知ってる、あ顔も知ってる、でもここがマッチしないことが多いんですよ。パリーグ TV 面白いめちゃくちゃ面白い、よく見てる私。そう結構ね難しくて、自分結構苦手なんです。名前だけだとあ分かるってなるし、顔だけだと分かるってなるんですよ、めちゃくちゃ。あとなんか名前と顔が一致しないくせに話した内容とかはよく覚えてたりする、マジよく分かんないんだけど。そう、あとはもうニュースでなんかまとまってるじゃないですか、あのメジャーとかの話とか、それでよく見てます。おおこういう活躍をされたんだって。そんな感じ。ベイスターズのピカチュウヘルメット見た見た、めっちゃ可愛かったんだけど、何あれと思った、かわいいと思って、めちゃくちゃかわいかった。かわいいよね。なんかね
気楽に応援していきたいなと思いました。とりあえずなんか楽しんで楽しく応援していきたいなって。モニターにポケモンつく、あ、ねえ、そう、なんかさ、こうやってさ、なんだっけ、あれモンスターボールか、こうやって出てきてさ、パカーンってさ、ピカチュウみたいな出てきてさ、で、戦勝が出てくるんだよな。見た見た、それあの、ファンの人が載せ、ファンの人、そう、人が載せてるの見た、かわいいと思って。そう、でもなんかジャイアンツはめちゃくちゃコラボしてる、推しの子とコラボしてたよな。なんか私グッズ見てたんですけど、推しの子とコラボしてて、めっちゃいろんなのとコラボしてますね。鬼滅ともコラボしてたし、呪術ともコラボしてたし、なんかすごい有名になったアニメは何でもかんでも結構コラボしてるから、すごいなと思っていつも見てます。あ、え、そうなんや始球式してたんやなー、そうなの、すごいすごい、そうなんや。なんかいろんなのとコラボしてるじゃないですか、すごいですよね。球団もいっぱいいろんなの出してますよね。そのなんか選手のグッズとかねアバートすぎだろっていうね、選手のグッズとかね、なんか選手が発言したやつがタオルになってたりとか、なんかその人のアクスタとかキーホルダーとかトートバッグとか、なんかいろいろありますよね、いっぱい、うん、なんかすごい。でも最近そのグッズ、その自分らも AKB でグッズが出るじゃないですか。でもこうグッズさ、こうあるじゃないですか。でなんかすごいなんかグッズ、球団さんのグッズがなんかどんどん進化していってるなってめちゃくちゃ思ってて、こうなんかよく AKB のグッズってダサいって言われるじゃないですか。なんかこうグッズとかさ、いろいろ見てたりとかするんだけどさ、球団さんのグッズとかでもさ、なんか本当にさ、なんか本当になんかアイドルのグッズみたいな、なんかぐらい、なんかすごい、なんか自分の中でなんかその球団さんのグッズってなんかそこまで、そんなアイドルっぽいなんか選手のアクスタがあったりとか、なんかその選手のなんかこうこのやってるなんか缶バッジとかシールとかがあるイメージがなくて、そうなんだけど、なんか見てたらなんかすごいもうほんとアイドルのグッズと変わらないようなグッズとかがいっぱい出てて、あ、すごいすごいなって思ってます。ある、野球選手のアクスタあるよ、ある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 、出してるとこはね出してるし、なんか結構多分女の子のファンが増えたことによって、結構女性ファンの人がやっぱ買うじゃないですか、グッズって、野球とか特に。なんかそこに向けて多分出してるんだろうね。うん、なんか結構アイドルのグッズみたいな感じがいっぱいあるよ。選手プロデュースのお弁当もある、あるあるとか、なんかねコラボのやつとかねあるよね。それこそさ、ゆなたちと一緒でさ、このお酒買ったらさ、この人のさコースターついていきますとかあるよね。あとなんか旗が立ってますとか、この人監修のこうやって持ってる写真があるやつとかなんかあるよね。アクスタあるよ、あるあるあるんですよ。びっくりだよね、私もイメージがなくて。あ、ね、あるよね、女の子で。え、次のさ、ヤクルトのね、球団が近いからヤクルトのそのあのユニフォームを
配布してくれるでっていうのがあって、でなんかそれに行きたかったんだけど、なんかそれのやつを調べたのが4日か5日前だったの。売り切れててなかったんだけどそう、無料で会場に来てくれた人皆さんにユニフォームをプレゼントしますみたいなやつがあったのね。まああるじゃん、いろんなとこにも。そう、それでちょうどたまたま休みだったから見てみたんだけど、もうね売れなかった、席がなくて。そう、やっぱねそういう日はねやっぱり秒速だよね。みんなはどっち派ですか？背番号を書いてるのが好きですか、それともノー背番号でも、なんかやっぱりさ、なんかさ、せっかくさユニフォーム買うんだったら背番号あるユニフォームがいいよね。みんなはどっち派？背番号ある派ない派だと、例えばユリナたちで例えると、ユナたちだったら8だったら、私37番なの背番号だったら、背番号37ってあるのか、普通に AKB48 ドゥーンだけがあるのか。でもやっぱ背番号ある方が後ろ姿かっこいいんだよな、マジで。かゆすぎね、ちょっと高いんだけど、でもいいよね。そう、私だと37番。もう37番とかないんだけどね、もうないんだけどね。8じゃないからいつまでやってんだよって話なんですけど、8だったら生誕 T の後ろがこう37ってこう書いてたんですけど、まあでも推し編とかする、でもさ、まあ、分かんない、野球ファンの人って正直そんなに推し編とかしないんだろうな。だから背番号の T シャツじゃない、レプリカのユニフォーム買えるんだと思う。だってさ、推し編なんてさ、コロコロしとる人なんか、だって高いじゃん正直。1万、球団にもよるけど1万2000円とかぐらいするじゃないですか。だからなんかそのね、そんな多分推し編しないから多分こう背番号買ってるんだろうけど、推し編さ、こうなんか DD だったらね、大変じゃない？だってそんなね、そんな、じゃあ今日はみたいな、誰々さんで、明日は誰々さんでみたいな無理じゃんね、きついきついきついってなるが。だからあんま野球選手にそういうのないのかな、応援する人が変わるというか、それからいっぱい買ってんのかな、わかんないや、どうなんだろう。でも選手を推してるとね、何がきついかって、移籍されたら困るって結構みんな言うのをお聞きします。そう、移籍されると のそもそも場所が変わるから、遠かったら会いに行けないとか、あともう全てが変わるじゃないですか。それが結構ウェーイって、ウェイウェイ。まあでも DD の人は背番号なんてつけないのか、逆にわかんないや、どうなんだろう。でもね、かっこいいよね、目がかゆいんだよねユリナ。そっか、そうなんだね。ねえ、ヘイトが取れたね。そうだよね、メジャーになるともう会いに行けるとかいうレベルじゃないもうすっごい体験になるからね。確かにユイナの背番、ユイナは結構個人的にね、 AKB やってるから8番とか37とか48とかめちゃくちゃ敏感に見てた。昔とかやっぱ8番がすごい好きで、8番っていうか8だからね、そうめちゃくちゃ8とかよく探しちゃってたな、あと37。そう、そのちなみに12球団の中で2球団だけ37がないんだよね。どこだったかな、忘れちゃったけど、ヤクルトと楽天かな、どっかが37の背番号をつけてる人がいないの。そう、いないんですよ。ヤクルトは確かなんだけど、一つどこだったっけ、楽天どこだったか忘れてたんですけど、いないんですよ選手が、らしいです、うん、調べたネットで調べたんですよネットで。そう、2球団だけなくて、8で8って誰だっけな、上から数えたら8番目の人だよ。だから多分上の方の人だ、東の人だ、東の人そう、背番号8、野球選手誰だっけな、8でしょ、
あ、りんちゃんだって8番。りんちゃんだって、りんちゃん、りんちゃんが8だって8。8の野球選手誰、みんな8番いるんかな、どんな球団。もうな、このさ、社会の何が便利かってネットで調べれば一発で出てくるから、何でもかんでもネットで調べるで、調べればいい。野球背番号8、の選手、の選手、の選手、12球団現在の8番、2023年シーズンって書いてるから、あ、ヤクルトだけいないわ。ヤクルト以外はいますね、8番、背番号8を背負っているらっしゃるらするのは、はい、ヤクルトだけいないです。あとはいらっしゃいますね、はい、皆さんいらっしゃいます。内野、外野、お、すごい、永久欠番なんだ。カープは永久欠番だって。でも分かんない、ヤクルトは秋としか書いてない。でもこのネットではね、ネット、わかんない、ネットって、ネット、ネットだけど、あ、そう、山本さんが永久欠番、カープ書いてます。なんかでも、あとはわかんない、ヤクルトは秋になってるないんかな、そもそも。でもさ、なんかさ、いいよね、受け継いでますとかさ、丸々さんのやっぱさ、どこそこの球団の背番号何番はやっぱこの人のイメージが強いねってなってるさ、それをさ受け継ぎましたとかさ、なんかさ、すごいさ、ストーリーだよね。2013年 WBC の監督やってますよ。あ、なんかさ、ニュースで見たんですけど、なんか次のさ WBC の監督がさ、工藤監督になんかほぼ決まりそうですみたいなやつさ、あれ本当なんですか。そう、なんか、そう、元ソフトバンクの監督さん、そうになんか決まりそうみたいな、ほぼ確定ですみたいなニュースを見たんですよ。そう、ソフトバンクを、そう、何回だったっけな、何回かね、そう、導いてるすごい監督さんだって書いてて、そうなんだらしいよ。なんか決まりそうかほ、うん、な感じですみたいなっていう風に書いてた。わかんないけどね。まあ決定してみないとわからんんですけど、もはや誰が出るんですかね。そう。すごい人なんだ。あ、私好きな球団は特にないです。パリーグの方をよく見るかな、どっちかと。でもよく見るのはヤクルトとジャイアンツとソフトバンクとオリックスをよく見ます。だいたい、チェックしてるのはそうだね、この球団が多いかもしれないです。あ、でもロッテも YouTube よく見ます。それこそよく、ついこの間のあれめちゃくちゃ見たかった、宮城選手と
佐々木朗希選手の対決、めっちゃ回ってきた動画でいっぱい見ました。四国の人はどの球団を応援してるのか分かんないです。どこ応援してるんですかね、分かんない。でもなんかやっぱさ、自分のさ県にさ球団あるとそこをやっぱり応援するっていうね、なんかお父さんたちの影響で自分もちっちゃい頃からこの球団に行ってて、もうこの球団が好きですみたいなさ、なんかこうよく言うじゃないですか。でもないんだよね。まあ、関西で言ったらオリックスか阪神なんだけど、あ広島か、かその辺が近い気になるけど、なんか実際のところは分かんないですね。なんかなんかそんなにすごいこう有名な、全く分かんないです。でママはジャイアンツが好きだったらしい。なんかママのパパがジャイアンツが好きで、それでジャイアンツが好きだったらしいです。でも私は正直すごいめちゃくちゃパリーグをよく見てるんですけど、マジで特にソフトバンクとオリックスとかよく見るんですけど、マジで遠くて応援できない、遠くて応援できない。ちょっと遠すぎるね。応援しに行こうと思ってもちょっと遠すぎるね。ちょっとそのすぐに行けないんですよね。もう数日間休み取らないといけなくなるじゃないですか。そう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 。ちょっとね、気持ちはめっちゃ応援してるんだけど、ちょっと遠いのよマジで。すーんごい見てるよ。チェックしてんの。そうだけど。遠いのよ。そうだから近くて応援してるジャイアンツとヤクルトとはよく見ます、チェックしてます。あそうビジター、そうなの。違うだからさ、ほらこの間言ったじゃん、そのヤクルトとのオリックス神宮でやってた時にね、めちゃくちゃ行きたかったんですよ。だがしかしリアルお話し会の前日で、さすがに朝1だったの。だから私5時起きだったのね。あ5時起きだっけ、えうんぐらいだったの。さすがにそれで帰っ、野球応援ってさ9時10時ぐらいまでじゃん。そっから帰ってさ、ちょっときついなと思ってやめました。めっちゃ来たかったんですよね。くそー、めちゃくちゃショック。しかもそう、その時に幸也選手がそうなんかねヒットかな打ったんですよね。投手ですけどね、そう打ったんですよね。見たかったな、めちゃくちゃ見たかったな。そう、それがいっぱい SNS で回ってきて、わーおってなった。いや交流戦パンパンですよマジで。本当に早く取んないとマジで取れない。でもめちゃくちゃね応援すごかったよ、見ましたけど SNS で。全部 SNS。 でも何でもこの時代は今 SNS の時代だからね、SNS で見れるんですよマジで、その素晴らしいプレーの瞬間とかね。そう、あついこの間なんてほら中川選手がオリックスの打ったやつあるじゃないですか、あれも見ましたよ SNS で。全部 SNS。 あそれこそこの間のソフトバンクの周東選手のさ、ホーム3塁戻ってくる時のシューン、あのお立ち台、えお立ち台のあの柳田選手とのやつ、あ250のね柳田選手の2人で立ったやつも見ましたよ。めちゃくちゃYouTube でも見たし、ファンの人が上げてる Twitter とかでも見ましたけど、すんごい
まだまだですね、まだまだ若いですねっていうか。いや全然知らないです。とりあえずすごい、ほんと素人から見てすごいと思って、えー、すごいってなっていろいろ見てるだけです。なんていうか知ってます？だってホーム丸々だって知らない。いやカメラに抜かれたいわけじゃないからな、残念ながら。でも本当 SNS が進化してる。大川一は巨人の大選手だと思って。知ってますよ。それは知ってますよ。それはもうそんな そこまでそこ有名な人はさすがに、さすがに知ってます。 WBC の時ロッチ中岡さん話題になってたね。 なってたね。めちゃくちゃ話題になってたね。こう抜かれてましたからね。びっくりしました。カメラさん明らかに可愛い子撮ってる時はね、あるある、めちゃくちゃ可愛い子いるよね。たまにユニフォーム着てさ、こうやって応援しててさ、カメラに抜かれてる、ある、めっちゃ可愛い子いた。つい最近のなんかのやつ見たやつだ。めちゃくちゃ可愛い子いた。え、そう、めっちゃ可愛い子いた。そう、どこの何だったか忘れたけど、そう、そうなんです。でもみんな推し球団決めてないからさ、でも推し球団はね決めてないの、わざと。なんか野球を見るのが楽しいっていう感じで、その中でよく見るのはこの球団ですよっていうぐらい。そう、もういろんなとこ行って、なんかいろんな楽しい、イエーイって楽しむって感じ。そう、あ、昨日香川県出身の浅野翔吾選手が初めて一軍に出場。え、浅野翔吾選手ってさ、どこの人だ、どこの球団の人ですか？浅野翔吾、え、私浅野翔吾選手わかるわ。でも顔は出てこない。でも名前知ってる、なんかで見たぞ。 SNS なんだ、なんで見たんだ、なんか見たぞ。なんだっけ、忘れちゃった。なんかで見た浅野翔吾選手でしょ。いや推し球団は決めないんだってば。そう、え、なんかね見た、なんだっけな、忘れちゃった。でも見た、わかる名前。私わからない人は本当にわからないから覚え途中なんでね。わかるよ私今。そうなんだ。なんかさ大変だよね、1軍に行ったり2軍に行ったり定着しなかったりしてさ、怖いよね。一番嫌じゃん、選抜、非選抜、非選抜、選抜、非選抜、選抜、こうなるのが一番きついね。一番きついじゃん、一番応えるね精神的に。いや自分だったらめっちゃきついわ。選抜入ったり非選抜になったり、選抜入ったり非選抜になってたら一緒でしょ、1軍になったり2軍になったりって。正直いやプロには変われないんだが、だがしかしだな、ね、そうだよね。きついよね。そうなの、しかもね出ない、ね、そうなのね、そうなの、試合に出られない
ね、でもなんか結構一軍選手とかよくさ調節のためにさわざと二軍の試合に出させてくださいって言って調節試合がない期間とかよくやってたりとかするよね。そうだよね。ね、よく見る。世界だマジで。スポーツとかねシビアだもんね。だってなんかさもう明確じゃないさ本当にさ成績がてか調子が良かったらみんなさウィーッと応援してくれるけどさ成績がないとちょっと調子悪いとさブーって言われるじゃん。なんかよく野球選手のさ方とかのさインタビューとか聞いてもさなんか調子が良くても悪くても応援してくださいって結構よく言ってる人多いんですよね。だからそういうことなんだなってめちゃくちゃ思いました。調子がいいとみんな応援してくれるけど悪いとやっぱりねブーって言われちゃったりとかなんかするからなんか悪かったとしてもなんか応援してくださいみたいなことをさこう言ってるじゃないですか。だから本当結果が全ての世界だから本当にあとやっぱりすごい人すごい成績を残しすぎるとちょっと調子落としただけでさ不調だって言われるやん。正直めちゃくちゃいや普通にいい成績やんって思うけどさ不調だって言われるしさなんかもう大変だよね。本当にマジですごいと思うわ本当。いやそれで第一線でずっと活躍してる人たちはマジですごいんだろうなと思う本当に。本当にすごいな。それこそヤクルトの村上選手なんてねちょっと本当前がすごすぎたからさちょっと最近あんまり調子がよろしくないとさダメだっていっぱい言われてるよね。ねなんか大変だなってめっちゃ思っちゃう。そういうの見るといや全然やっぱすごいさ成績残しすぎると残さないと残さないとダメだし難しいよね。なんかなんか難しいよね。でもまだ若い村上選手まだ23とかでしょ。全然若い。これからいける。これからこれからです。まだ毎回23歳なんだから全然だって村上選手とか高卒で入ってるでしょプロだから全然だよ。まだまだいける。まだまだこれからさ。アイドルのちょっと20まあ23はまだ若いな。25からちょっと厳しいけど厳しいとなんか勝手に言われるけど。なんてこったパンナンコッタ。とりあえず頑張ろう。頑張ります。いやそんな厳しい世界で生きてないから本当。
球のような厳しい厳しい世界できてないからさ。そう全然でもやっぱ何にもかんにも結局はメンタルですよね。メンタルメンタルメンタルが一番だよやっぱり。メンタルふんふんふん、はっはっ、結局はメンタル、メンタル強い方？いや全く強くはないけど強いですいやめちゃくちゃ人に言われたことすっごい気にするし、すぐへこむし、すぐ傷つきますけど、傷つくけど、傷つくけど、でもあんまり表には出ないかもしれない。それがだからよく強いねって言われます。本当にすごくデリケートな人は体調崩したり活休したりとかさ、こうちょっとねヤミーな感じになっちゃったりとかなるんですけど、私本当に体調もあんまり崩さないですし、なんか良い方ではないけど、めちゃくちゃ気にしいですめちゃくちゃ気にすります。めちゃくちゃ気にするし、めちゃくちゃ引きずるし、ただあんまりそれを、あんま出ないだけだと思います。表にそう、でも分かりやすいっちゃ分かりやすいかもしれないけどね、どうなんでしょうねよし、終了も終了にしてご飯にしようかな。ゆなはそれぼちぼちぼちご飯にしようかな。あくびが出ちゃう、眠った。ま、今日は皆さんもうさ、もう最初のさ数百人しか来てない時にさ、めちゃくちゃさ今日のさ The Music Day の話しちゃったんだよね。で途中から野球の話になっちゃったんだよね。したらまたゆりなちゃん野球の話ばっかりして、どうして今日 Music Day に出たのに Music Day の話しなかったのって言われちゃうんだけど、やったんだけどね、やったんだけどね、最初の数百人しか人が来てない時にね、まあ、話したんだけどね、ちゃんと。でもいつもなんでしないのって言われる、やったのに。ミュージックデーありがとうございました。私はマークスハイテンション I need you I love you I love you でした。結構リハより思った以上にドアップでびっくりしちゃったってなって、あの可愛い顔するの忘れてました。ちょっとやっぱテレビに慣れてない、こういうところがダメなところだなと思いまして、可愛い顔するの忘れた。そう、しかもさ そこしか抜かれなかったからさ、裏でもねうちおりんちゃんとくるるんとね練習しとったんよこの間
なんがいいかなって言っとって、それでダンスの先生とかにもどんなんがいいと思いますかみたいな、そうって言ってアドバイスもらって、師匠キーハートして、でこうやってやるつもりだったん、手を伸ばすつもりだったんだけど、そう最初はなんかリハの時のやつはちょっとこの最初がちょっと引きだったんですよ、引きで寄りだったんですよね。だからそうしたんだけど、なんか逆にアップからのちょっと引きだったみたいな、で結構思った以上にアップだったから、手をこうやってやったらなんかもう切るじゃん、こうほんまこうなるからこうなりましたえそう、しかもでもね、でもね、なんか奇跡的に2人ともこうだったの、クルルンとうちがシンミだったんですけど、奇跡的にこう2人ともこうなってたんよ、奇跡的にね、か同じになってて逆に良かった。そうでもすごい良かったです、ワンテイクいただけてとても嬉しかった、イエーイ。まあ、まだね見てなくて録画してる人はよかったら見てください。ゆうなも録画してるんですよ、だけど録画できてるかは知らない、まだ確認してないんだ、家帰ってきてね。そうなの、だから録画したい、あ、ちょっと録画できてるかは後で確認します。で録画できてなかったら755でも泣きの連絡入れます。でも連絡がなかったらきっと録画できてたんだなっていうことですね、うん、そんな感じで、ちょっともう足がしびれすぎたから終了にするね、そろそろ。もう2時間ぐらい喋ってるから、うち正直今日30分ぐらいで終わるつもりだったんだけどさ、みんなとのお話がさ楽しくてさ、いっぱいお話ししちゃったわ。これもいいのか悪いのか、ぶっちゃけショールームってあんまり長くない方がいい気がするねんな、配信って30分ぐらいが一番いい気がする、毎日やってるし。でもちょっと楽しくて、楽しくて2時間ぐらいお話ししてしまった、失礼。まあでも正直そんなに見に来てないから大丈夫か。最初1時間ぐらいの時はね2000人ちょっとしかあんまり人いなかったからオッケー。じゃあランキング、13位シュガーさん、12位マニアさん、11位カヤケクさん、14位カヤンさん、9位サムソさん、制服かけるポニーって最高やったよって、ありがとう。8位カエルペコペコムペコペコさん、7位マボロスさん、6位ヤングさん、5位ナッティさん、4位チカイシーさん、3位アータームさん、2位シンダさん、そして今日の第1位はヨッピーさんです。自己投資により増えた収益をさらに自己投資びっくり仰天だって、経済は回るよっていうことですよね。はい、というわけで今日も見ていただいて本当にありがとうございました。ゆうなはちょっと足が本当にしびれすぎてちょっとやばいね、ちょっとそろそろもう2時間にもなるんで終了にしたいと思います。今日も見ていただいて本当にありがとうございました。それじゃあ皆さんまた明日。